大したことじゃないと思うが、ある男が町に行ってケンブリッジのあれ跡から近代新聞を受信したらしい。エリー、ここにいるのか。ニック、なんてこと、本当にニックなのね。うん、この顔を他の誰かの顔と間違えるのは難しくないか。うん、死神に向かって笑っていればいつか死神が笑い返してくれるよ。助けてくれる友達がいる間はダメだな。ニックを、この事務所を、それに仕事も守ってくれたのね、ありがとう。どういたしまして。それで怖い戦前の廃墟に潜ってたわけ。はい、見つけてくれたら支払うことになっていたキャップ、あと少しおまけね。ねえ、仕事を探しているなら、それで探偵の帽子をかぶるのが嫌じゃなければ、ニックは絶対新しいパートナーを活用すると思うわ。まあまあ、一つずつ行こう、エリー。まず新しい友人が助けを求めているんだ。よし、仕事を始めよう。座って、楽にしてくれ。行方不明の人間を探したいとき、厄介な箇所は些細なところにある。分かることは全て話してくれ。どんなに痛みを伴うにしても。事件の時はボルトにいた。ボルト111だ。一種の冷凍睡眠施設だった。冷凍されていたんだろ。その上地下にいた。封印されて。一人の人間を連れ出すには結構な障害だよ。他に話せることは。男と女がいた。奴らはあまり口は聞かなかったけど、私のことをバックアップと呼んでいたのは覚えている。つまり小さなチーム、プロ集団だな。仕事中は口を閉じていられるような連中だ。だがお前をバックアップと呼んだ意味はわからない。他に覚えていることは。妻は殺された。ショーンが連れ去られるのを止めようとしたら、奴らが。大丈夫、それ以上は言わなくていいわ。ということは冷酷な殺人鬼たちが相手だ。だが奴らは何かがうまくいかなくなって暴力に頼る羽目になった。他に覚えていることは。息子のショーンを探している。まだ1歳になっていない。なぜ連れ去られたんだ。いい疑問だ。なぜわざわざお前の家族を選び、なぜ赤ん坊をさらったか。誰かが赤ん坊の世話をするだろうが、赤ん坊の世話は手間がかかる。これで確認できた。こいつは思いつきの誘拐ではない。息子さんを連れ去った奴には計画があった。うん、連邦には人を連れ去る集団がいくつもある。レイダー、スーパーミュータント、ガンナー、そしてもちろんインスティチュート。レイダーがやったと思うか。正直違うと思う。奴らはろくに組織も作れない。ましてや今回の複雑な状況を切り抜けるなんてとても無理だ。ガンナーというのは一級の傭兵だ。残虐なことはやらない。疑わしい容疑者ではあるが、陰で糸を引くような真似はしないんだ。スーパーミュータント、何者だ。でかくて緑色で筋骨隆々、つまりまず見過ごすことはない。あいつらは除外してもいい。インスティチュートの仕業だと。まあ奴らは連邦の都市伝説ってやつだな。何かがうまくいかないと誰もが奴らのせいにする。理由は簡単だ。初期型人造人間は部品を求めて街中を荒らし、邪魔になるものは全て殺した。それから新型ができた。人間みたいな出来の良さで街に浸透し、影から操るようになった。最悪なのはそうする理由も奴らの計画もどこにいるのかも誰も知らないことだ。そして俺自身人造人間なんだ。捨てられたプロトタイプだが。プロトタイプなのか。知る限りではね。自分のような人造人間には会ったことがない。古い方はとてつもないバカで全身金属製だ。それからほとんど人間と変わらない新型がいる。俺はその中間のどこかだな。奴らのことを何も知らないのか。本当に何らかの安全装置のせいで記憶が飛んだり遮断されたりする。それは俺だけじゃないんだ。捨てられたり置き去りにされたり、
インスティチュートから逃げ出したりした人造人間は同じ問題を抱えている。何らかの安全装置だな。いずれにしてもショーンを見つけなければ。その通りだ。憶測だけでは本筋からそれる。目撃したものに集中しよう。誘拐犯の外見はどんな格好だった？一人は真正面に来た。ハゲ頭で左目に傷があった。待て、ありえない。ケロッグという名に聞き覚えはないか？そいつは誰だ？そいつがショーンと一緒だと。偶然にしてはできすぎだ。エリー、ケロッグの事件のメモは残っているか？特徴は一致します。ハゲ頭、傷、危険な傭兵仕事をするという評判。でも彼の雇い主は誰も知らないんです。そして奴は町に家を買ったんだな。で、子供と一緒にいると？ええ、その通り。家は荒れ果てたウエストスタンズにあります。彼と一緒にいる少年は10歳くらいです。奴はここに住んでるのか？まだこの町に。二人ともかなり前に消えた。記憶が正しければ家はまだ残っているはずだ。ケロックの最後の住所まで歩いて行ってみようじゃないか。奴の行き先の手がかりが見つかるかもしれない。あの辺りに警備が行くことは滅多にないけど、それでも二人とも気をつけて。いつだって気をつけてるさ。エリーには聞かせたくなかったからここで話しておこう。ケロックの失踪以前に奴について知り合ってたことは悪い知らせばかりだった。奴はただの傭兵じゃない、プロだ。素早く、手際よく、完璧。敵はいない。なぜならみんな死んでいるからな。あんたを除いてはね。だが十中八九奴が探している相手だ。特徴ある外見を教えてくれたからだけじゃない。手口もみんな奴のものだ。少人数の集団を率いて赤ん坊を誘拐し、後々のために両親の片方を生かしておく。連邦にいる傭兵でそんなことを成功させられる奴は多くない。ほら、ここだ。周囲を見張っててくれるか。こいつを開けられるかやってみる。こいつはでかい錠だな。何か隠しているのか、ケロ。試してみてくれ。これは開けられない。隙がなかった？鍵を見つけないとな。プラットフォームが見えるか？町の入り口近くにある。あれは市長室へのエレベーターだ。あの辺に行って聞いてみてはどうだ。俺はここにいて、錠をこじ開けられるかやってみる。市長室は町の入り口近くにある。オフィスに上がるプラットフォームだ。私がインスティチュートと一緒だと言ったら走って出てくるくせに。ねえ、もう少し優しい言葉遣いにしたら男性の気を簡単に引けるかもとは思わない？もう少し声の音量を落としたら。ああ、おかげで市長のジョージについて書いたこの記事を思い出したよ。相手は頭が空っぽのブロンドで。わあ、とんでもないやつが来たわね。何のために市長室まで来たんだか。パイパー、ここで何をしている？今はなぜ市長が同じ怪しげな風貌の密使と隔週で会っているのか
突き止めようとしているところ。どこの開拓地からも話は聞かない。キャラバンからも。いつも誰かが彼に話す機会を得る前にいなくなっちゃう。インスティチュートの使い走りの少年の話かな。この記事が出たらみんながそのことを聞いてくるだろうから。ミスパイパー、受付エリアに押しかけるのは済みましたか？市長はもっと責任感のある市民のためにお時間を作りたいんですって。いずれにしろ出ていくところだったんだから。永遠に隠しておくことはできない。市長は訪問者を受け付けています。マスクは言うからね。ああそうだ、覚えてる。新しく来た人だね。まったく羨ましいよ。この輝かしい街を初めて目にするなんて。それはさておき、何の用かな？ニック・バレンタインから会うようにと言われた。今？何かの操作で？二人してこちらを窮地に立たせようというんじゃないだろうね。ケロッグという名の男がかつてこの町に住んでいた。彼の家を捜索したい。話は分かった。だがどんな理由だろうと市民のプライバシーはとても重要だ。いなくなった後でもね、他人の家に侵入する許可は与えられない。つまりそういうことだ。頼む、マクドナウ市長。このケロッグという男は息子を誘拐したんだ。奴を見つけなければ。ああもちろん。この個人的な悲劇の克服に必要な手助けは持てる力を全て使うつもりだ。ミスターケロッグは覚えている。好みのタイプではなかった。編集的で人と全く話さない。見つけられるとは思えないが。だが彼の古い家の鍵を持っていくといい。もう使われてはいないが、捜索が無駄に終わらないことを祈っている。市長の周りで変な真似はするなよ。分かったか？鍵はあるか？よし行こう。お先にどうぞ。さてよく見て回ろう。ケロックは何かを残していったはずだ。狭く思えるって？ケロックのようなやつなら何かでかいことを考えてそうだ。ここには何もない。あの机は調べたか？ほら入った。見てくれ、傭兵のお気に入りの品ばかりだ。グイネット・シュタウト・ビール、44口径の弾丸、それに葉巻、サンフランシスコ・サンライツ。興味深いブランドだな。だがこのままでは何の手がかりにもならない。何か提案は、ニック？ドッグミートはどうだ？彼のような連邦の犬は人の匂いを何キロも追跡できる。ドッグミートは仕事を欲しがっているようだ。彼の鼻を使ってもらおうじゃないか。匂いを嗅ぎ分けられるかやってみよう。
出発前に一言。これが個人的な案件なのは分かってる。ケロッグと一人で対決しなければならないというならそう言ってくれ。何かアドバイスは？ケロッグが本当に息子を誘拐した相手なら、奴は危険な男だぞ。危険なのはあんたもだが、奴を恐れる必要はない。連邦に何を投げつけられようとも恐れることはない。この件に関しては一緒にやってほしい、ニック。分かった、そいつを捕まえよう。ここからあとは指示に従おう。ジャンプしろと言われたら高さはどれぐらいか聞き返すぐらいだ。ドッグミート、匂いを嗅ぎ分けろ。いい子だ。あの子のところへ連れて行ってくれ。ショーンのところに。まだ行けるか。睡眠も食事も必要ないが、あんたは違う。必要なら遠慮しないでくれ。